シャス、田中です。今回はチームデスマッチをやっていきたいと思います。コスカーですね、やっぱり定番。ここはしかもアップリンク、いやー追加マップの中でね、ここほどね、まあ懐かしいところはないって思う方もいらっしゃると思うんですけど、ここはねなかなか変わりましたからね。 OK、 いいね、よいしょ。あ、マジか。あ、上がってきたのかな。お、そうだ。そういうことか。どうもどうもって感じですね。あー。なるほど、なるほど。大丈夫ですか？あ、真ん中いますね。真ん中に、いるので、来ますね、ここ。リロードと。あ、下行ってんのか。おお、いいね、いいですね。ああ、マジか。いやー、久々にチデスやってますね。たまにはいいですね、チデスも。ちょっと最近ドミばっかり、やっぱりドミなんだよなーって、なんかついついねドミに行っちゃうんですよね。とっとっとっと、いるね。そこはほっとこうか。じゃあよし、いますね。 OK、 早め早めでね。おお、2人いる、2人いる、2人いる。ああ、1人ゲット。ああ、ダメだったか。いや、今ちょっとねヘッドホンしながらねやってるんでね、自分のこう喋ってる声がねよく分かんないんですよね。これがなんかあの違和感というか、普段しないんでね、なんかすごい違和感があるんですけど、これどうなんだろうな。うえー、マジか。よー、いますね。 OK、 これ多分裏開いててもおかしくないんだよな。 OK、 予想通りですね。危ない。よいしょ。さあ、真ん中にいるかな。お、レート落としてる。素晴らしいですね。いい対空意識をお持ちで。いた。OK。ハンターキラーゲット。もう一人いたんじゃないのか？ちょっと。気になるね。あれ？いないか？あ、いた。うおー！やっちもた。やってもた。ほら、大丈夫か、味方。よし。いいですね。よいしょ、危ない。ウェウェウェ。よし、あぶねあぶね。大丈夫かな、ここ下来ないかな。なんか下から来ててもおかしくなさそう。いましたね。ん、どこ行った。今いましたよね、ここに。う、あ、ここか。くそー、奥の基準にちょっとね気がいっちゃいましたね。お、いるいる、下から来てるぞ。ブラドリーかな。どうだ、待ち合わせは。あ、いるみたいですね。 OK、 もう一人まだいないね。 OK、 OK。 お、あっち進んだか。ここから、あ、 よし、いけいけ。危ない、逃げろ。ああ、ダメか。くっそー、リロード間に合わなかったか。左いるぞ。おー、大丈夫か。あー、死んでる。おお、ああ、ここか。やられましたね。真ん中いるね。これ抜けるかな。ドミネーションだったらここ抜けるんですけどね。まあさすがにチデスは無理ですか。ああ、くっそー、あっちの方だけでも倒したかったな。ウェブウェブウェブ。 OK、こっちはね対空しないとね。危ねえ。おっとっとっとと、ナイスです。ハンターキラー怖っ。よくね降ってくるんですよね、あれ。怖いな。あ、いるね、もう一人。いないね、こっち来るかな。危ねえ。お、こっちこっち、こっちに来てる。オッケー、ハンターキラー。
どうかな。よし、リスキル。これで来てますね。よし、そこのやつは一層だ。一人降りなかったかな。降りてないか。逆にまだなってない。大丈夫か。ナイスショット。オッケー。という感じで。でもやっぱりね、チデスはこうあっさりした感じでね、終わっちゃうんでね、もう一回やっていきましょうか。いやでもね、この手軽さがやっぱりチデスのいいところですよね。こうねっとりこうまだかまだかっていうね、いう風に待つドミネーションとかね、あれ負けてる、ほら負ける試合だとわかるじゃないですか。もうなんか100点差とかついちゃってね、あもうここ完璧勝てないわみたいな、そういうことがないんでね、まだチデスあっさりしてて、じゃあ次もう一回行くぞみたいなね感じでいけるんでいいですよね。次何使っていこうかな。じゃあ次は SMG 行きますか。 SMG 行くんだったらこっちの、何使おうかな。ベクターかな。久々に使いましょう、ベクターを。こんな感じですかね。もう完璧ドミネーションみたい、この装備がね。やっぱこのこれが一番しっくりきますよ。あでもここを、まあ、タクティカルマスクの方に変えても別にいいんですけどね。あエクスプレスか、エクスプレス SMG ちょっと難しいな。ちょっとねエクスプレスだとね、真ん中通って奥の方を狙ったりとかね、そういうところができないんでね、なかなかあれなんですけど、どうでしょうかね。いやでもヘッドホンしながらすごい違和感あるな。正直ヘッドホンしながらでも確かにいいんですよ、よく聞こえるんですけどね。でもねやっぱりスピーカーの方がなんかいいかなって感じですね。実況に関してはやっぱ集中する分に関してはヘッドホンの方がいいかもしれないですけどね。やっぱでも今の季節ちょっと暑いな。さあ行きましょうか。はい、you know、よし、お真ん中の方にいる、来てないね。来るかな、来ないね。あそっちかってことは来てたのか、あのスナイパー方面から。なるほどね、いましたね。どうだろう、ここになんかいそうだぞ。 OK、 裏を取る形でね、裏に裏に回っていそうだな。左いますね、もう一人、もう一人、よし OK。 あーまだ4人目来たか。いやでもいい感じ裏回れましたね。こうやってちょっとね裏にクイクイっていくとね割と回れたりするんで、多分まだいるんじゃないですかね、あっちに。ほらいたー、ほらいたね、あまたそこか。おお結構やられちゃいましたね、あの敵に。大丈夫ですか。おお大丈夫大丈夫、右だね。一挙、うわ当たってた、もう早いね。来る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 、来てる来てる、大丈夫。 OK、 C4 便利ですねやっぱり。あーちょっとあれは厳しい、こう回ろうかな、裏に。裏というかね、こう真正面からバーって突ってもねやられることが多いんで、こう横から回り込むような感じでね行ったらよく倒せるんで。あぶね、待って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 、おほほほほ、こっち OK、 もういないでしょ。 OK、 あはははショックチャージ、ハンターキラーゲット、おっしゃ飛んでこい、一旦撃って。ハンターキラーマジやる気なさすぎ。 OK、 おおおおおおお、おあぶねえ、あーダメか、投げ返したんだけどな。あんまりしないんですけどね、あの投げ返しのグレネードって。おお死んでった、大丈夫かな。こんにちは、あーこれちょっと正面すぎたかな。お電車が来る、やばい、いた、あーバレた、あーやばい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 
LMG 怖。よし、ナイス、いいね。味方と一緒に挟みましたね。さあ下から回っていこうかな。あの味方いいとこにいるね。でもいるんじゃない、ほらやっぱいるいる。あぶねー、まだいるんじゃないかな。あーこっちか。よしよし、いやーいいですね。こうなんか自分の読み通りに敵がいると嬉しいですね。あ、スモークがあればちょっとねいいんだけどね。 OK、 1人ゲット。もう1人いるみたい。あぶねー、さっきダメージ与えてたか、あれのおかげかな多分。立教機、おお、すごいね、ショックチャージの数。なんだなんだこの数は。オッケーオッケー、ああまだか、ああくそ、うわー、あの一発一発どうだったんだろう。撃っとけば死んでたかな。おお、ちょっと待って待って待って、やばいね、リスポーンがかぶったか。真ん中きは来てますねこれ。めっちゃいる、待って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 、ああショックチャージめちゃ飛んでるな。ちょっとな、タクティカルマスクあれば楽なんですけどね。ああダメか、ちょっと辛いな2人相手は。特に LMG はね、これまたあるよ。どうかな、またあるよこれ。まおおマジマジどんだけショックチャージあるんだよ。ど至る所にありますね。何人ぐらいやってんだろう、2人ぐらいかな。ショックチャージばらまきまくってますね、あるとこないとこ。どうかな、こっちいないかな、大丈夫。ここまたいそうなんだけど。いそうだね、マップ的に今ガラガラなんで。あ、リロードオンした。わあ、え、どこにいたの。あ、ここか。しかもこの人じゃなかったね、リロードンは。ははこの人か、ずっとやってんの。おらー、しゃあ、突っ込むぜ。あの真ん中の列車らへんにいそうですね。で、家とかにいるんじゃないの。あ、いますね、いますね。あー、ダメか。お、ここは僕、いいとこにリスしたんじゃないでしょうかね。真ん中いそうですけど。あー、ここか。外側か。なかなかいいとこ回ってくる。よし。という感じで今回はチルス2本立てでやってまいりました。武器経験値とかね、経験値2倍キャンペーン、皆さんもねどう活用されてますでしょうか。もうそろそろ多分終わると思うんですけどね、まあ、もうプレマス勢にとってはもうあんまり関係ない。でもやっぱ武器はねあると思うんでね、そこら辺武器の経験値をねあれですよね、うまく活用して上げていきたい、上げていけたらいいのかななんて思います。それでは次回もかかってこーい。ワンさんじゃないですか。